ステップ3。量子ネットワークの最適化。Recursion and Quantum Networks。なぜ、量子ネットワークには Recursion を使いたいか、最強を使いたいか。それからちょっと話したいと思います。まずは、古典ネットワークは、まあ、長い間には進化しているのなんですが、改善していると、だんだん新しい機能が出てくるんですね。 そしてそれが各機能が出てくるともしかして新しいプロトコルも必要になるかもしれません。そしてそれが各層に,にはあの新しいプロトコルになる場合もあります。それからそれが綺麗な図は先のステップで説明したんですがその4層になってたんですね。これが綺麗なあの理想的なことになってるんですが実際にはこういう形になっている場合はあるんでしょう。 そしてそのネットワークアクセスレイヤーとインターネットレイヤーの間にはタノリンがあったりとかにはこっちにはオーブレイネットワークになったりとかにはなっているかもしれません。そうすると最初からや,やり直す場合ができてたらどういうデザインをしたいのでしょうまずはその書く機能としてはそれがどんな特徴ができるのなんですがそれが レイヤリングは自由にできるようにするでしょう。そして、もちろんそれが、フォーラーディングは簡単な基本の仕事なんですが、そしてそのエンベデデドのトポロジーズ、それが組み込まれているトポロジーズを入れるようにはしたいと思います。そして、プライバシーやセキュリティももちろんそれが重要になっているんですが、それが最初から入れたいと思います。そして、その Recursive Network Architecture, RNA が,がこの機能すべてを持っているのなんですが使えばもっときれいな統一されているフレームワークにはなるかもしれません。量子の場合にはできるだけにはそのクラシカルな,な,な,な世界で,でその古典ネットワークの業界で,で開発されているものは,は再使用を使いと思いますのでそれが 車輪の再発明をしなくてもよいです。そうすると、それが、えっと、半世紀の古典のネットワークの結果を使うことになるでしょう。これが第一の理由になるんですね。なぜ、漁師の場合には再起用したいのか。まあ、こういう特徴を持ちたいこと。それからもう一つの理由があるんですが、もう、 量子ネットワークの場合には、もう、再起点のことはもう入っているんですよね。それが組み込まれているのなんですが、これが、えっと、もう、リーズニーになります。えっと、二つ目の理由になります。例えば、これが、複数の混合状態を持っている場合なんですが、それがちょっと処理して、新しい混合状態が出てきて、 そしてもう一回処理すると別の状態が出てくるでしょう。これが、この rho, t i l ロ e r ッシ dash の場合には、これがフィデリティに、えっと、ピュリフィケーションやってフィデリティに上がった場合もあるかもしれないし、誤り訂正もかけたかもしれないし、そしてその bell 状態が、えっと、なっているかもしれません。 それが、えっと、エンタイングルメスワッピングにつけるともっと長いことにはなっているでしょう。そして、えっと、エンタイングルメスワッピングは例には使いたいと思います。まずは、えっと、ゴー・ホップの,の経路が選択されたとの考えている上には、ここからここまでにすることにはどうできるでしょう。まずは、その左側の3つの,の、えっとえっと、緑の,の リンクをつな,つながりたいと思いますが、と2つの箇所でエンタングルメントスワッピングを行うでしょう。そしてその右側の青いところにも1つの箇所にはエンタングルメントスワッピングを行いたいと思,うと思って、この青い線のができてるんですね。そうすると、この緑のところと,と青いのところが,がと独立されているネットワークなんですが、 その境のところには、それもエンタングルメントスワッピングに行いたいと思います。そうすると、エンドとエンドのエンタングルメントができているんですね。それから、基本的に2つのコネクションがあるんですが、種類があるんですが、まずは、例えば、トランジットネットワークだったら、境から境までは、つながることは、それが仕事になります。あるいは、 Boundary つまり Gateway から Edge Node までは End Node までは持っていることなんですがそれが、えっと initiate でも r e s p o n d でもそうするとそれが Connection、ね、と Termination になりますその二つの種類は Boundary と Boundary と Boundary と Edge にはそれがまあ仕事が変わる場合もありますが基本的に概念も一緒 そして、これが QRNA のことで,でやると、それが一緒になってるなんですが、格層でもう一回実装するになるになります。例えば、Layer で Boundary と Boundary、まあ、この Node と Node、N1 と N2 の間に繋がりたい場合にはルーター1、r ー t a 1 Ruta2 を取ります。ですが、その r ー t a 1が最近になってるので、 レイヤー K からレイヤー K-1 に行くと、そのルーター1の内部のトポロジー図になりますから、それが境から境までをつながっているんですね。それから、さっきのレッスンには一つのネットワーク内には、ルーティングのことを説明したんですが、Recursive の場合には、最近の場合にはどうなっているでしょう コーテンのネットワークには、先の説明した通りには、2層になっているなんですが、インテリアゲートウェイプロトコルとエクステリアゲートウェイプロトコルがあります。QRA の場合だったら、各層に,にはルーティングは必要になります。これが、2つのところだけで、ねと、これが各層に,になると,と、こっちの方が仕事が多いに見えるかもしれませんが、先の説明した通りには、実際は、 古典のインターネットが2層だけじゃなくて、ローカルエリアネットワークのラウティングもあるし、えっと、ューチュアネットワークのラウティングもあ,るありますから、いろんなところで実装されているなんですが、その実装はバラバラになっています。この QRNA のアーキテクションにすると、とそれが統一にされているので実、実際にはこっちの方は仕事は少ない。そして、 さっきのレッスンで説明した通りの Q ダイクストラの,のアルゴリズムなんですが、それが物理的なリンクで,では、この間にお話ししたんですが、各リンクについての,の,の,のリンクコストが、一つのベルペアは a は、えっと、決まっているフィデリティで、一つのベルペアを作る時間、Seconds per Bell Pair at a given Fidelity の数字を使って、それがリンクのコストになります。 再起のシステムにすると、全く同じことにはなるんですが、それが物理のリンクでじゃなくて、それ仮想のリンクになっているんですね。その仮想のリンクの上には、その q d i j k s t r のアルゴリズムを実装すると、それが各 QRNA の層で,では、ルーティングがで,できます。それがこういう形になっているなんですが、このところには、下のところには、まあ、今はもう、 経路は選択されているので、それがゴーホップに見ているなんですが、このところにはエッジとエッジにはつながっているように見えるでしょう。そして上のところにはもっと長いところになって、これが最近になっているルーティングの,の様子になっています。で、これがあの一般の説明になっているんですが、簡単には、えっと、Quantum Recursive Network Architecture を説明しました。